こ転がってきた腕の一部があはいはいうんあやばいやばいえっええええ,え,えやばい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 ,やばいあた開いた開いた開いたドライバーで開きましたよはははは,は今回の会話えはっあかねえぞおいあかねえぞあかねえぞどうなってんのよおいあかねえぞマジか はいこんばんは島津です、えー。本日はですねこちらのサイレントハウスといった、えー、ゲームをやっていきたいと思います。でこのゲームなんですけどね主人公は交通事故に遭ってしまったみたいで目を覚ますとですね見知らぬ牢屋に入れられてるみたいなんですよ。で、えー、っと目の前にはね死体がね横たわっていてそのね奇妙な えと建物かなうん、建物から、えー、脱出するといったゲームになってるみたいです。で、えー、脱出するにあたってね、あのその建物の中にはですね、殺人鬼がいるみたいなんで、そいつのね、目をかいくぐって脱出をしないといけないといった、えー、サバイバルホラーになってるみたいです。簡単に言うとですね、チラズアートさんの作品の赤マントに近い感じの内容になってるみたいです。はい、それではやっていきましょう。あいきなり。 こうなったねほら,ほらほら、これこれこれが死体なんですよ。で、ね、あのー、どこだここって言わんばかりの、うん、牢屋です。あ、こらこら転がってきた、腕の一部が。あ、こんなに多分鍵が入ってんじゃない違う。あれちょっと待って。いや、鍵もなんもないわ。出れんのかな、これ。開いてるへ誰か来てる。はっ。嘘 いるよ、いるよ、もう近くに。講習台がありますね、あそこに。ここは何なんだろうね。え、あ、見て、床に血がべっちょりついてる。あ、えっ、ー、とー、ルック。うん何何何今何撮ったこれ。どっかで見れんのかなあれアイテム一覧を見ることができないですね。特にないの。ああっ,あったあったあった。あ、ロック、石だね。うん。石があったみたい。これで壊すんじゃない えー、ユース。ほら。壊した。ま、ではいいんだけど。外にいるよね。見て。もう肉の、ね、残骸になってしまった方ですね。これなんかな、脊椎じゃないっけこれ。多分脊椎を表してると思う。ねここには恐ろしい殺人鬼がいるみたいです。ランタンあった。ランタンゲット。えっ、ー、と、ランタンを使うには、5。 これ切り替えができないみたいだね。あの瞬時に。だからちょっと操作が難しいところがあるかもしれない。うん。雰囲気的には赤マントに近いよね。本当に。えー、っと、ブロッキングナイフ。怖え。いつそこが開くのかちょっとヒヤヒヤするよね。んナイフ取れないのかなナイフ取れないみたい。もうそれで殺人鬼ね。攻撃すればいいのにね。 あのこれ多分、セーブとかなさそうだから、やっぱりちょっと緊張するよね。開く、開いた。これ、ね、チラズアートさんの赤マントをオマージュして作ってる風にも見えるよね。どうなのかがちょっと分かんないですけど、セーフマニュアル。えっと、プレス 8783A to open the safe in case you forget your password. えーっと政府マニ,ュマニュアルって書いてあるから脱出口かなうん脱出口のパスワードですかね8783ちょっと覚えておこうあはいはいうん、おやばいやばいええ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 やばい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 ,やばいバグってる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 っつうかあの見失ったねあ殺人鬼入ってきやがったマジかふざけてる あの、顔にマスクつけてたねえ。えどこにったーキー、ボードが、キーボードがもうすごい今揺れた。え、そんなところで、お前ふざけんなって、本当に。どっか行け、早く。あ、どっか行った、本当に。閉めて、え、これも死にかけじゃない一撃重すぎじゃないあいつの。ね。 取れるのないのいなんかブキブキアイテムでもいいしあやば何もないじゃん死んだかもあ酒瓶あるこれでぶ殴るっていうのもありたと思いますよしゃがめないのかな入れないかあ隠れることできないよこれ隠れる要素ないんじゃねえかえつまりあの運ゲーに近い部分も含まれですそうですねうーわねキーボードがすごいあのなんつうの痙攣起こしちゃった指が びっくりしすぎて <laughs>。キーボード側の。きたうえ行き止まりやん行き止まりだった近近近近か近かあアウと、なんか毒ガスエリア入ったあいってててあスタミナはい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 。なるほど。スタミナ要素がありますね。で、今なんか毒ガスエリアっぽいところがありましたね。あそこに近づくとなんかダメージを受けそう。うん。 わあえぐ、えぐいて。おっと、やった。あ、取れた。取れた。えっ、ー、と、ドライバー取りましたね。で、ロッカー。あ、ありました。隠れるところ。一応。うん。こっち行けないんだ。車庫っぽいよね。で、これなんか見た限りカーテンっぽいけど、ね、通り抜けはできないですね。え、ドライバーゲットしました。これどう使うんだろうね。まだ使えないわ。ていうか、回復アイテム欲しいな。あー、な、ちょっと待って。 ふざけんなって危ねえ。放射能マークがついてたね。まあ毒ガスってことだよね。うん。有害廃棄物。だからあそこの先になんか今ドアっぽいところがあったけど、あそこを通過するにはまずあれを除去しないといけないって感じっぽいですね。うん。ほら。あの先にあるよ。えっ、ー、と、木材が打ち,打ち付けられてて、鍵とかも必要みたいですね。 で、あと、えっ、ー、と、パスコードを入れるっぽい、うーん、端末がありますね。あれこれ、ハローネイバーの <laughs>、感じがするね。ね。こんな感じでロックされてたよね。ハローネイバー。覚えてます。わ、肉が置かれてる。なんか、儀式のための。やばいやばいやばい、やばい。ふあれかね、儀式。うん。 ののための生贄ですかね開かない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 よ来てない ?OK ふうえーここはキッチンだねうんキッチンですここで食事をあいつは取ってるんでしょうきっとまあね頑張ればね殺人鬼ねうまくかわせるんでそこら辺で言うとこっちの方がまだ優しいのかなって思いますねうんもうさ赤マントの場合だと すごいじゃないですか。うん。バンバン襲ってきて、で、かわしたと思ったらさ、攻撃が当たったりとか、なんだけど、でこっちのゲームに関しては、そこまで当たりと、当たる判定とかが、鈍いんで、当たる判定とかが、ちょっと甘めなんで、助かりますね。個人的には。くんなよ。こっち今、物調べてんだから。 やめろ来んな来んなよおおラッキーラッキーハンマーあったハンマーあったハンマーあったハンマーハンマーハンマー何に使うんだこれくんなよ入ってくんなよ入ってくんなよもうビビりすぎて手がさあの痙攣を起こすからハンマーって何なんだろうハンマーうんー何に使うのかねおっちょっと金庫があるあれああのメモ帳なくなってるじゃん 8783だったよね。ここのかなそれともさっきの扉のところのパスコードですかね。87883あ九ここのだった、ここのだった、うん。金庫の鍵だ、あの、パスコードだったみたいですね。上にいるよね。どうだろうあ上にいないか別のとこ行ってる ?OK、OK、はい、入って。 ロッカーううっ死体があった死体があった、うん、<笑><笑>あよかったロッカー開けなかったこいつロッカー開けなかったえいたいたのかなどっか後ろにいたまさか後ろでなんかこんなことしてたさあ気づかんわあよかった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  えーっとなるほどなんか通れそうなとこがあるけどこれはんさっきのアイテムかなちょっとさっきのアイテム使おうかえーっとハンマーハンマーでぶっ壊すえーっと壊せないちょっとえー次ドライバーあ開いた開いた開いたドライバーで開きましたよ はっ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 え何なになに死んだ死んだの死んだ死んだ死んだあっあれレーザーだったんだ赤いやつ赤いやつレーザーだったみたい <laughs> な,なんだろうバチ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 急に言い出したからあほんびっくりしたけどレーザーだったんだよあれくそだから電源を切る必要があるんだね 隠し扉あったブックがねあの押せましたで何これんな何手に入れたはっ携帯手に入れたえっせん愛ライクモバイルポンはあこれすげえ殺人鬼の多分さ頭にカメラついてんのかなね殺人鬼の位置がわかるあの魔法の機器、うん、を手に入れましたこれがあればね どこを移動しててるるかかっていうのが分かるねすげえやばいここ入ってくるあ下の階にいるね下の階にうん下の階にいるでもランタンがないと明かりが当たりがね見渡せないからちょっと難しいねうんこっちここあ待ってここの鍵じゃないどう開かないここはあ動いたエレベーターだった あ下のなに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 はっはっはっジェネレーターってあるえこれ動かせばあなんかあるよキャンプバージョンってなんだろうあおうそうそうそキャンセルできなくなったんだけどはっはっ おいふざけんなおいおいおいえええええ嘘嘘うそうそ,うそうちょっと待ってえええええええはおいええええはおいえはいえっ、ー、とやり直しみたいですねふざけんなってええー、もうこれには触らないようにしましょうマジでうん 座ったたらまた最悪なな結果になるんでロッカーは何もなしこれ動かすんだね多分電気走ったこれ多分今ジェネレーターオフにしたんじゃないですかオフにしたからあのあそこのレーザーが切れてるんじゃないですかねおそらくだけどでもあのハンマーとうんえー、ドライバー取んないと 最初これになってるから。で、えっ、ー、と、ドライバー使う,どうほら、リーザーがなくなってる。よかったよかった。いいね。これで、えー、別のエリアに、えー、行くことができました。ん渡れる渡れなかった。落ちたし。<laughs> お、あ鍵あるえ、ここどこ鍵ゲットした。うん。 あそこの鍵だね。あのー、毒ガスのとこのガスマスクあった。あ、なるほど。あれを除去するんじゃなくて、ね、毒ガスを吸わないように、えー、マスクをしろと言ってるんだ。えー、っと、これを使う。いや見にくいな見にくいなね、見にくくなったね。これで、あの、んあ、そういうことここの鍵かこれ。 ここの鍵だった。うん。はいはいはい。あ、これがあのメインの脱出するための扉の鍵だね。はい、すいませんすいません。えー、っと、オッケ OKOKOK。えー、っと、ガスマスク取った鍵ある、えー、ハンマーある。だからこれを装備してもう行きましょう。ちょっとね、あの画面が見醜く,くて申し訳ないんですけど。うん、ご了承ください。 いるわあいつがどっか行けばいいんだけどね上の階に行ってくれればすごく楽だけど無理だったどっか行ってるどっか行ってるチャンスはいはいオッケーオッケー,ッケーよし行った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 であいたあいたや待ってあいつ気づいてないぞあいつ気づいてないぞなぜかうん 脱出脱出できるこれ。やっぱこれがいるんだ。8783ド。違う違う違う。違う。えええ,えタイムタイムタイム。すんげえくいすんげえくい。ちょっと、あの、落ち着こう落ち着こう落ち着こう。落,ち着こう落ち着こうはい。ふ <laughs> ぅ <laughs>。ふぅ。じゃもう、えー、ガスマスクは外せないから。そうだね。せめて、明かりだけ。明かりだけ。えあそこのパスコード何 えっとですね、あそこのパスワードをちょっと今いろいろ調べたんですけどわかりました。下のコンピューターにね、コマンド、あるコマンドを入力すると表示されるみたいです。だから、うん、えー、下にまた行かないといけないみたい。で、シャットダウンの方法もね、そこに載ってたんで、ちょっとそれ、行ければいいかなと。えっ、ー、と、これで、えっ、ー、と、スラッシュんんスラッシュ入れられねえぞ、おい。スラッシュ入れられないんだけど、え、マジで あれおい、嘘。ここにねスラッシュって入れればいいみたいなんだけどスラッシュが入れられないんだけどお嘘やろほら上にタイプスラッシュヘルプって書いてあるから入れればいいはずなんだけどえーとですね今ちょっとやり直してねどうにかコマンドを打てないか確認したんですけどおそらくね日本の仕様のキーボードだとね打てないんじゃないかなって ってて感じでですね全くく反応ししれませんでしたうんあのスラッシュスラッシュ入れないとねあのコマンド先に進まないんですけどそのスラッシュが打てんかったんでちょっとコンピューターはいじれなさそうですねなので、まあそこのパスコードなんだけどいろんな、うん、もう動画を上げてる方々が何人もいるんで、えー、その人たちのねパスコードをね確認して入力して打ってみたいと思います うん、このゲームどうやらあそこのパスコードに関してはランダムみたいなんでうんだからその動画上げてる方々のパスコードをランダムで打って、うん、数値当たりゃいい作戦でい、えー、きます OK 開けたえーっとまず、えー、今回は0602開かない0702開かない0902 来たオッ、OK、ケー0902だったみたい今回の会話えはっ開かねえぞおい開かねえぞ開かねえぞどうなってんのよおい開かねえぞマジかほっほっほ今さカチッカチッっつうかね反応したよね脱出さしてよ開いたやろほなんでは嘘嘘。そうそく開く開くはず開くはずだってもうキーパッド動かせないもん はバグバグこれが邪魔なのかなこれが邪魔で開かないってやつ。ハロネーネイバーじゃんハロネーネイバーでもたぞ、このバグ。板が邪魔で開かないって。おいえほら、キーパッドも反応もしないもん。あってたんだよ。出してよ。<laughs> 嘘やん。せっかく開いたのに出してもらえないって、このオチなに。やっぱね、あの殺人鬼、ここには来れないみたいだね。ほらほらほら。 ここにはこれないっつうか、スルスル仕組みになってるのかもしれないけど、わかんないんだけど。はい。えー、ということで、ね、あの <laughs>、いろんな不具合の連鎖によって脱出できそうなんですけど、脱出できないというところで、ね、今日は終わりたいと思います。本来だとここの扉がもう開くはずなんですよ。キーパッドももう操作できないから。うーん。まあ、私、 ね、あのいろんなゲームやってるんですけどいつもねこういった不具合でねあの信仰不可になっちゃうっていうねことがね多々あるんですけどね今回もそのパターンに入ってしまったみたいですはい、まあいつこっち来ないかゆっくり話そうかということで、えー、本日のサイレントルームだっけはここまでとさせていただきますご視聴ありがとうございます、えー、実質クリアということにしといてくださいお願いしますねあの雰囲気はねもうまさに赤マントでしたね いや十分楽しませていただきました、えー、と不具合とかを除けば <laughs> はいということでこんな感じでねまたホラーゲーム上げていきたいと思うので良ければねこの他にも見に来てやってくださいよろしくお願いしますそれでは島津のサイレントルームいや違うサイレントハウスだごめんなさいサイレントハウスになりました失礼させていただきますチャンネル登録コメント高評価していただけると励みになります ご視聴ありがとうございました。